同胞3、ブライトンの練習に普通に参加していた WWW。ブライトンの公式 X で3の練習参加を確認。信じてたけど、3が元気そうで安心したよね。3が走ってなんか感動してしまう。故障者、リスト入りとか報道出てたから心配してた。どうか無理せずにね。再発したらシャレにならんから、メディカルスタッフは気をつけてほしい。3はプレミアトップレベルの出場、時間で代表でもフル稼働だったから心配だった。今後のことを考えて1試合まるまる休ませてもいい。ブライトンはこっから過密日程続くから怪我に気をつけてな。早く万全な状態の3が見たい。肉離れ寸前の筋肉疲労が1週間程度で感じするとは思えないんだけど。またデゼルビの悪魔の酷使が始まってしまうのか。代表サボらせてリーグ戦で酷使するデゼルビマジで草。2次予選なら全く無理させなくて正解。これでいいし、出場はできないっぽいよ。やっとランニングができるようになった程度だって。この顔見たら全く元気そうに見えないぞ。正直3がいないと LWG がしょぼすぎるわ。デゼルギ、たっぷり休んだな。1月の代表ウィークまでフル稼働してもらうぞ。ブライトンから脱走してるように見えてくさ。酷使されて取り返しがつかない事態にならなければいいけど。ブライトンのメディカルスタッフ案だけムキムキなのに使えなくてくさ。